はい、ありがとう。僕たちはこうして毎日たくさんの子どもたちと一緒に天気予報を伝えています。今年でなんと28年目。隣にいるそらジローと一緒に雨の日も風の日も暑い日も寒い日も天気を感じながらお伝えしているんです。ね、そらジロー、僕が着ているこの服は浴衣といってね、日本人が昔から着ていて、蒸し暑い夏でもね、快適に過ごせる風通しのいい服なんだよ。そう、日本にはそんな季節を目で見て耳で聞いて体で感じて楽しむ習慣があるんです。それではそんな日本の四季を見ていきましょう。こちらです、どうぞ。世界の皆さん、こんばんは。そらジロー、ぽつりん、くもじろー、今日はみんなで日本の素晴らしい四季を紹介しようか。日本の四季をどうぞご覧ください。まずは日本の春。日本では4月から新生活がスタートするよ。桜がとっても綺麗な季節よ。そして日本の夏。潮干狩りに海水浴、砂浜で遊ぶのは楽しいよ。お次は日本の秋。たくさんの外国人も訪れる京都の秋は紅葉がとっても綺麗よ。おいしい食べ物もいっぱい。そして日本の冬。鎌倉を作ったり雪合戦をしたり、とっても楽しいよ。それ。日本の四季は美しいね。でもみんな、50年後温暖化の影響で世界の平均気温が高くなると、今のような風景が日本で見られなくなるかもしれないんだ。ちょっと50年後の日本を見てみようか。それ。これが50年後の春だよ。あれ、桜が咲いてない。入学式のシーズンにはもう桜は散っちゃってるんだ。そして50年後の夏。砂浜がなくなってる。南極の氷が溶けて海水が増えたから砂浜が沈んじゃったんだね。これじゃ潮干狩りもスイカ割りもできないよ。そして50年後の秋。紅葉になってないわ。まだセミも鳴いてる。これも温暖化のせい。そしてこれが50年後の冬。やっと紅葉になったけど今度は雪が降ってないよ。もみじのクリスマスツリーって変な感じ。みんな、50年後の日本はどうだった？こんなの嫌だ。キハラさん、どうすればいいの？ゴミを減らしたり、エネルギーを無駄にしない、緑を大切にする、みんなの努力で未来の環境は大きく変わっていくはずだよ。世界中のみんなで努力しなきゃね。さあ、大切なことを学んだね。でも早く始めないと時間がないんだ。これは世界の平均気温の変化を予測したグラフ。このまま地球の温暖化が止まらなければ21世紀の末には平均気温が最大で 4.8 度も上昇するという予想が出されているんだ。日本でも21世紀に入って最高気温が40度を超えるような猛烈な暑さの日が多くなってきているんだよ。2013年には日本の観測史上最も高い41度という最高気温を記録しました。この夏は各地で異常な暑さとなったんです。そして暑さだけじゃなく、極端に強く降る大雨、局地的大雨も増えているんです。
2014年には広島県の一部の地域で1時間に100ミリを超える大雨となって75名もの命が奪われる大規模な土砂災害が発生してしまったんです。さらに海水の温度が高くなると台風の勢力が強くなってスーパー台風といわれる猛烈な台風が日本へやってくる恐れもあるんだよ。2013年日本に上陸した台風18号は世界的な観光地として知られる京都の街を襲ったんだ。大雨により増水した川の水が街へ流れ込み大規模な冠水被害が出てしまったんだよ。気象庁は数十年に一度の大雨として最大級の警戒情報、特別警報を発表したんです。温暖化が急速に進んでしまうとこういった気象災害が増える恐れがあるんだよ。だけどね、そらジロー、災害は起きてしまうものだけど被害を最小限にするための取り組みも始まっているんだ。これは現在開発が進められているフェーズドアレイ気象レーダー。30秒ごとの観測で急発達する雨雲の様子が 3D でわかるから土砂災害などの危険をより早く察知できるようになるんだ。そして昨年ロケットで打ち上げられ今年の7月から観測を始めた最新の気象衛星ひまわり8号は世界的にも注目を集めているんだよ。今まで捉えきれなかった積乱雲が発達する様子を観測できたり台風が発生・発達する様子がよりはっきり見えるようになって正確な予測ができるようになると期待されているんだ。日本だけではなく各国で災害への研究・対策が進められていますが2050年を待たずに僕たちは温暖化によって経験したことのないような異常気象に直面しています。国と国とが互いに手を取り合って地球全体の環境を考え対策を進めていきましょう。As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable climate neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.